博士、 SCP-956 がいません。逃げられました。何ですって？これは大ピンチ。そうだ、こんな時のために。いいんですか？カカオ・アルカラムって殺し屋なんじゃ。仕方ないでしょ。何人の子供が犠牲になるかわからない。人類に害を与えかねない緊急事態なんだから。こんばん、未知なる生物、ミステリー案内人です。今はハッちゃんの誕生日パーティーの最中なんですよ。おい、ハッちゃん、ピニャータを持ってきてやったぞ。お菓子がたくさん入ってて面白いのよね。確かメキシコ発祥のお祝い方法じゃなかったかしら。本物のピニャータでしたか。さて、今日はこのピニャータに姿が酷似している SCP のお話です。それではどうぞ。さて、僕に依頼したいと聞いたが、要件は何だい？まずはこれを見てください。これはピニャータじゃないか。祝い事のたびに腹が裂けてお菓子が飛び出すまで子供たちに叩かれ続ける不憫な人形だろう。僕も小さい頃やった記憶があるよ。いえ、映っているのはピニャータではありません。 SCP-956、 こいつは未知の四足獣、ピニャータに似た見た目を持つ SCP-956 なんです。 SCP だって？へえ、その名を聞いたのは久しぶりだ。確か、かなりヤバいやつだったよね。ええ。SCP とは、自然法則に反した異常な物品、存在、現象のこと。SCP は危険度でランク分けをされていて、基本的に安全だが、用心しないと危ないセーフ。人類に害を与えるレベルのユークリッド。最も危険で、人類滅亡にも直結するレベルのケテルに分かれています。そして収容所から逃げ出した SCP-956 のランクはユークリッドです。ええー、人類に害を与えるレベルの存在ということだ。はい。そこで私の依頼ですが、SCP-956 による被害を最小限に抑えてほしいんです。さらに欲を言えば、生きたままの捕獲をお願いしたい。なるほどね。とはいえ、そんな化け物と戦って僕にリスクはないのかい？悪いが、 SCP の恐ろしさは知ってるつもりだ。あまり乗り気じゃないね。実害の心配はありません。 SCP-956 によって危険な目に遭うのは12歳以下の子供たちだけですから。12歳以下の子供だけ。なるほど、色気漂う大人の僕には関係がないということか。失礼。もしもし。はい、わかりました。すぐに向かいます。どうしたんだい？ SCP-956 の目撃情報です。場所は小学校。すでに子供たちに被害は出ているかと思います。カカオさん、この依頼どうか引き受けてくれませんか？仕方ないね。いいだろう。その代わり報酬はたっぷり弾んでもらうよ。あ、はい、ありがとうございます。さてと、それじゃあ行こうか。こうして急いで学校へと向かったカカオと博士の二人。しかし、そこで待っていたのは、にわかに信じがたい奇妙な光景だったのです。その人、亡くなってるんですか？ああ、心肺停止だ。君は先ほど、12歳以下の子供にしか危険はないと言ってたね。なぜ大人の彼が死んでるんだい？理由は簡単です。おそらくその人は地面に落ちていたこのキャンディーを口にしたから。キャンディーだって？それじゃあこれも SCP-956 の仕業だというのかい？はい。 SCP-956 によって生成されるこのキャンディーは SCP-9561 に指定されており、その原料は子供の臓器です。子供の臓器だって？一体どういうことなのか説明してくれよ。そうですね、先に話しておきましょう。 SCP-956 は普段受動的な状態が続いています。運動も知的的な行動も見せず、大人が近くにいても敵意を示すことはありません。しかし、そんな SCP-956 が活性化するスイッチが一つだけあるんです。
それはズバリ12歳以下の子供。ねえ、あれってピニャータ？12歳以下の子供が範囲内に入ることで SCP-956 は活性状態に入ります。そしてその数秒後にはいかなる体勢であろうと子供はその時点での姿勢で硬直、眼球運動以外の自由を全て奪われてしまいます。そして口はもちろん指一本すら動かせない子供に対し、 SCP-956 は子供の胴体を破裂するまで殴り続けるのです。そして破裂した子供のお腹から飛び出てくるのが今地面に散らばっているこのキャンディーなんですよ。まるで日頃から殴られているピニャータが復讐をしているみたいじゃないか。とはいえ聞けば聞くほどどんな味なのか気になるね。本当に食べられないのかい？この話を聞いて口にしたいと思うのはカカオさんだけです。それにこのキャンディーを12歳以上の大人が食べると数分後には心肺停止で待っているのは死。絶対に食べちゃダメですからね。やれやれ仕方がない。それにしても肝心の SCP-956 はどこに消えたんだろうね。ひょっとしてもう逃げられたんじゃ。いいえ、小学校からはそう離れてないはずです。なぜそう思うんだい？これは以前 SCP-956 を観察してた時の話なんですが、あれ、珍しく SCP-956 が移動してるわね。確かに。というかあいつどこかを見てませんか？ほんとね、どこを見てるんだろう。ちょっと調べてみましょう。地図をもらっていい？はい、どうぞ。あっちの方角にあるのはこれは。私は何度も間違えていないか確認しました。でもそこには必ずあったんですよ。12歳以下の子供が集まる小学校が。へえ、それじゃあ。いやー、今の声校内からです。やれやれ最悪の展開だね。間一発間に合ったようだね。でも犠牲者もまた多い。間に合いませんでしたか。嘆いてる暇はないさ。ほら、この子供は任せたよ。え？はい。ようやく SCP-956 に出会えたんだ。確か君は生け捕りが希望だったね。待ってください。 SCP-956 の捕獲はそう簡単にはいきません。せめてこの網を使ってください。網だって？僕の力を甘く見ないでくれないかい。この手であいつを捕まえてみせるさ。え？素手は無謀すぎます。カカオさん、金一個ありません。だから甘く見るなと言ってるだろう。だって SCP-956 はオーダによるダメージがほぼ皆無なんですから。それならそうと早く教えてくれよ博士。いきなり飛び出すカカオさんが悪いんじゃないですか。早くこの網で捕獲を試みてください。やれやれ仕方がないね。プライドに反するがこれも仕事だ。覚悟してもらうよ SCP-956。 こうしてカカオは依頼を全うするために網を用いて SCP-956 の捕獲を試みました。しかし。なんだって？SCP-956 はカカオよりも速いスピードで小学校から逃げ出してしまったのです。この僕が置いてけぼりを食らうとはね。さすがは自然法則に反した存在のことだけはある。やはり一筋縄ではいきませんか。でも学校から追い出せたのは大きい。今のうちに校内の子供たちを一箇所に集めて保護しましょう。ああ、これ以上被害を出さないためにもね。これでよしと、今移動用の車を手配しました。
あと10分もすれば到着し、安全なところまで子供たちを移動できます。そうか。まずは一安心と言って良さそうだね。でも、この子は治らないのかい？残念ですが、SCP-956 によって行動不能状態になった子供は未だに回復した例はありません。おそらくは、このままずっと。口も開けられず喋れもしないか。どうにかしてやれないのかい？安全な場所に移動した後にできるだけのことはしてみます。これも私の責任ですから。まさか SCP-956 の範囲内に入るだけでここまで甚大な被害を被るとはね。彼に何か弱点はないのかい？弱点ですか。そうだ、 SCP-956 は接着剤や砂糖、人間の組織で構成された存在。それだけに高熱および火炎に弱いとされています。へえ、弱点は火か。はい。あと被害を抑えるために忘れてはならないのが、 SCP-956 によって作られたキャンディーの回収です。博士に言われて全て回収したさ。とはいえ、大人が地面に落ちてるキャンディーなんてそう舐めないだろう。怖いのは大人が舐めて死ぬことではありません。問題は子供たち。なんせ12歳以下の子供がキャンディーを口に含んでしまうと、その子供まで SCP-956 の複製となり、ありとあらゆる点で同じ行動をとってしまうんですから。なんだって？博士、そういう大事なことはもっと早く教えてくれないかい？説明する前にまずは行動と思いまして。でもだからこそちゃんとキャンディーが落ちてないかチェックをしたので心配ご無用ですって。どうしたんだい？ちこいつは驚いた。こうして博士の飛び出た目の方へ視線を向けたカカオ。するとそこには3体の SCP-956 がこちらを睨みつけていたのです。やられました。まさかこんなに早く郊外で SCP-956 を作り新たな複製を連れてくるなんて。それほど子供たちと遊びたいんだろう。とはいえ、これ以上の犠牲は出したくないね。ひょっとしてカカオさん、立ち向かう気ですか？一体でも捕まえられなかったのに無謀すぎます。一緒に避難しましょうよ。大丈夫だよ、花から勝てるなんて思ってないさ。え？なーに、さっきあいつらの弱点を教えてくれたじゃないか。火で追い払うくらいなら。相手が3体だろうと、僕にだってできるはずさ。さて、君たち SCP がいかに素晴らしい存在かということは十分わかったよ。でもね、君たちの目的を守ることが僕の仕事なんだ。命を懸けてでも君たちの邪魔をさせてもらうから、覚悟するんだね。逃げてくれたんですか？やれやれ、追い払うだけでこの緊張感だ。 SCP 本当に興味深い存在だよ。あのカカオでも勝てないなんて、 SCP ってすごい存在なのね。でもあの後被害は収まったのかしら、心配だわ。それはこの後のおまけで紹介しますよ。あら、もう少しでお菓子が出てくるんじゃないか？僕の番で終わらせてみせるぞ。行くよ。これってひょっとして、案内人さん助けてよ。あらあら、闇の世界にも SCP-956 が来てたんですね。今日の動画が面白かったら、ぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってくださいね。それじゃあまた次回の動画で会いましょう。バイバイチー。ここにもキャンディーがあったね。やれやれだよ。とはいえ、これで子供たちの避難と飴玉の回収は終わりました。カカオさんのおかげです。本当にありがとうございます。僕こそSCP-956 の興味深さに改めて惹かれたよ。また何かあったらぜひ連絡してくれないかい？ありがとうございます。
実はよく脱走されるので助かります。